でもさあ今日は2月19日ですね。はい、はい、鈴木の誕生日まであと2ヶ月ですよ。おーい、2ヶ月後の私の誕生日の前に、今月は27日に無人の日ということで、インスタライブをします。時間決めました。お17時からやります。みんな見てねっていうことで、内容はまだ決まってない。いやでもインスタライブって、うん、あの要は演奏するから。そうそうインスタライブってただ喋るのかなと思うでしょ。インスタライブライブやるってことね。違う。鈴木引っ越し記念部屋の掃除をしてたらいい曲が出てきたのよねスペシャルをやりますのでこんな可愛いものがあったのねみたいな、あそういう感じでやりますので、みんな、2月27日日曜日夕方5時からインスタライブ見れる準備をしておいてください。で別にそんな面白い話じゃないよ。それ正月の話。いつもじゃん。正月。ああ、正月の面白いことあったって。あ、そう。先週って聞きたくてしょうがないです。正月前なんだけど、大晦日か。まあ年末大掃除してました。うん、あ、ちょうどいいじゃん。さっきの大掃除、引っ越しで大掃除してから今。大掃除してたんだけど、風呂掃除してたら、うん、なんていうんだろう。洗面台があるのね、うち。うん、洗面台があって、その下ってさ、こうパイプ通ってるじゃん。うんうん、通ってるのね。うん、でそことかも綺麗に洗ってあげて。ってたら弱ってたんだろうね。ビヤーって水。あ、びっくりした。水か。水。何、蛇かなんかだと思った。なんか蛇。ミミズがすげえ出てきたとか。気持ち悪いな。もう、かわいそう。全然もう止まらないの。かわいそう。でここを止めてももちろんその。どうして？あ、そうかそうか。どうしてここを止めても止まらない？いや、こう水が来てて、そう、ここで止めてるだけだから。排水の方じゃなくて、給水の方だから、先でしょ？めっちゃ塗りながら暮らしやにもらいたらそうそう、で、ああどうしようと思って、多分外にあるなと思ったの、まず元栓がね、うんうんうん、あの水道屋さんがメーター見るのって多分外でしょ。外っぽいね、うんうん、で外行ったら案の定あって、うん、まあ、すっごい回せなきゃ止まらなくて、こうやって回したらやっと止まって、いやー怖ー、でああどうしようってベチャベチャになって、で暮らしやんまさにクラシアン、クラシアンを呼ぼうかなと思ったんだけど、うん、まず見てみようと思って、うん、そこどっからこう出てきたのかとかさ、そしたらつなぎ目だったのね、うん、漏れてるとこが、そうつなぎ目のところが漏れてて、それちょっとこう回してみたら外れて、うん、そのつなぎ目のどうやら金具がもうダメになってて、うん、バカになってて、そのネジの隙間からビューンって出てきたっぽいのね、うん、ネジの隙間だったらさ、バーじゃなくてチョーじゃないの、ね、いやいやこれ持ってない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 、ほんとほんとべっちゃべちゃだよ、もう考えすなながらこれちょっともうそれはもう食べない見てみたら、その鉄のなんかつなぎのだけが傷んでたのね。だからこれ変えたらもしかして治るかなと思って、うん、ちょっとクラシアン呼ぶ前に、うん、確かに、うん、あの島中があるから離れたところに、ホームセンター、ホームセンター行ってみようと思って、うん、チャリンコ乗ってホームセンターまで行ったのね、うん、行こうとしたの、実は途中に水道屋さんがあったの、よく町の、うんうん、あるじゃん、うん、ごめんくださいって言ったら、うん、あ行ったの、そこに寄ってみたの、寄ってみたの、島あのホームセンターの手前にあったから、ごめんくださいって言ったら誰も出てこなくて、事務所あってその奥がもう茶の間みたいな、あるじゃん、はいはいはい、その家でやってるみたいな、でもごめんくださいって言っても全然出てこなくて、あーダメかと思って、じゃあホームセンター行くかと思ってガンと閉めて行こうとしたら、うん、軽トラがちょうど来て、うん、どうした、うん、お兄ちゃん、うん、5、6個上ぐらいのお兄ちゃん、うん、50半ばぐらいのお兄ちゃんが来て、どうした、うん、いやこうこうこうで、この50半ばはおじさんだよ、一応言うとこ、言うわ、言うわ、続けて、気になってこの部品漏れたと、うん、水道が漏れて今大変なことになってると家は、でこの部品を変えればなんとかなるかなと思って今来たんですけどみたいなこと言ったら、あそっかとかちょっと
軽トラの後ろ見て見せてくれてさ、うん、あうちのこれこのぐらいの部品なんだけど、うん、このぐらいのしかないって長いやつしかない、うん、ああダメだとかそっかこの先に島中があるから、うん、そこ行って帰った、うん、で鉄はやめとけと、うん、鉄じゃないなんだかっていうやつがあるからそれを買うんだとか、うん、あ分かりましたありがとうございますチャリンコ持って、うん、ちょっと待っておっさん お兄ちゃん抜かしてってまあちょっと 500m ぐらい進んだところで軽トラ止まってるの、うん、それ何かなと思ったら降りてきてくれて、うん、テープは持ってるのかっていうね、うん、優しいそうテープっていうのはその隙間にテープをやってから締めないと、うん、漏れてくるから水漏れのようなテープ水道やつ、うん、いやないですこれ持ってけ優しい使い方のやつねヒーローなちゃんとさくれて時計回りだ 右回りに負け、うん、時計回りだ5回負け、よしじゃあちょっとこれってまとめなって言ってありがとうと思ってでまた 500m ぐらい行ったら止まっててくれて、うん、何だろうと思ったら、うん、この先に法務局っていう交差点がある、うん、あの信号にこう法務局って書いてある、うん、そこの信号を右に曲がって線路を渡ったら右側になんだか水道局っていうあ水道屋っていうのがあるからそこに多分売ってると、うん、だそこ行けなんで島中じゃダメなので全然近いの手前なんだなるほど、ね、ホームセンターよりずっと手前でだからすぐそばなんだけど、うん、だ分かりましたありがとうございます次の信号を右渡ってですねとかって言ったら、うん、違う法務局の信号だとかって言うんで、うん、あそっか分かりました分かりました、うん、法務局信号を右線路渡ってってこう一人言って言ったら今度また止まってて、うん、今度法務局の看板のところ看板のところに曲がってて、こっちだこっちだこっちだ優しくないやってくれてありがとうございますじゃあリンゴ入れて線路渡ったら水道屋さんがあってそこで何その人すごいよねめっちゃ優しいじゃんそうなんか、ね、なんていうのなんかそういうさいざなってくれる動物いるじゃん山でこっちだよみたいなついてったらあのそうそう遭難を逃れたみたいな、ね、そうそうそうすごいやってくれて本当に水道屋さんがあってそこで買って、まあ、無事直せたのね呼ばなくてもそんないいことがいい、ね、昨年末ありました、いいことあったらいいんですかね覚えようと時計回り、ね、私今度ほら一軒家だからさ、ね、ああお引越しお引越し先が一軒家だから全部一人でなんか直さなきゃいけない直せないそうね見して何かこれが入ってない方がいいんだけどこの丸々がねえ半目だよなんで半目の時ばっか撮ってんの頼むよ見えないんだよ半目なのかどうなのかもうこれでいいけどこれでいくねこれいいじゃんめっちゃこれでいいけどいいね連続いいじゃんさあというわけで皆様冒頭にお知らせした2月27日のインスタライブぜひあの楽しみにしていてくださいなんかいい感じでやろうと思ってますので私も楽しみなんかこれから家帰って準備しようと思ってるんだけど、うん、映像とかなんか良さげな気がするだからお楽しみに、うん、ということでまたあとあれだね何久しぶりにライブの映像をあげたよねYouTube、ああ、はいはいはい。それももちろん見てください。こちらもぜひ見てください。はい。はい。ではまた。